はい、今回ですね、緊急経済対策、中小企業200万円、個人事業主、フリーランスを含む、そういう方への100万円の現金支給策について、ちょっとね、この記事から取り上げてみようかと思います。こう書いてます。厳しい状況にある中小企業に200万、個人事業主、フリーランスを含むには、100万円の過去に例のない現金給付を行うって書いてますよね。まあ、ですんで、サラリーマンさんとして安定収入を得ている方とか、公務員さんとかには使えないってことなんですよ。よくね、こういう質問いただきます。私はサラリーマンで副業をしています。副業に対して受けることはできるんでしょうかってことですけども、これ私はね、それでもなんとかできる方法はあると思うんですよ。でも基本的に、安定収入があって、プラスアルファで何か事業されている方が使うものではないと思ってるんですよね。もちろん申請はできると思いますよ。基本的にこれはどういうふうに読み取るかっていうと、中小企業を経営している方っていうのは、その会社がなくなってしまうと、まあ生活に逼迫するっていうのもあったりね、会社が潰れると、会社が復活するっていうのも本当に難しいんですよ。うん。で、個人事業主の方もそうですけども、フリーランスの方でもそうですけども、ここまで作り上げたビジネスが一回ね、壊れてしまうと、もうほとんどね、復活は不能なんですよ。持続化補助金っていうね、言い方もされますけども、これ持続化。給付金ですか。だから商売を続けてくださいねっていう意味でもたらされるものですから、自分がね事業主でなかったりフリーランスをしてないんだったら、基本的にはちょっとこの趣旨とは離れてくるかなっていうふうに考えた方がいいです。もちろん申請ができないわけではないですよ。趣旨とは外れるってことはやっぱりね意識できると思うんですよ。もらえるものだったらもらっとこうかなみたいなものではなくて、本当にこの資金を元に事業を会社じゃない、国と協力して続けていきましょうっていう合意のもとで行われるもんだと思うんですよ。まあそこまで堅苦しくね、考えなくてもいいと思いますけども、私はね、この放送してる手前、みんなもらえるもんだったらもらってみようっていうよりも、まずはね、予算にも限りがありますんで、このまま事業収入が落ち込んだまま、まあ飲食店さんとかね、旅行業者ですとか宿泊業の方っていうのは、誰から見ても明らかにそれは売上減じゃないですか。しかもそこに商売全力投球してるんで、そこが立ち行かなくなったら、もう路頭に迷うわけなんですよ。安定収入もないですしね。だからそういったところから、まあ、見ていくべきなのかなと思います。重ねていますけども、だからといって、普段サラリーマンさんやってて、副業が傾いたっていうことの副業に対して、個人事業主として、もしくは法人の代表として、100万、200万が請求できないわけではないと思うんですよね。はい、まあでもね、私の動画っていうのは、なんか法の闇をくぐり抜けてお金をいただきましょうみたいなことを紹介するものではないんで、まあその、このね、事業の趣旨、給付金の趣旨っていうものをまずは理解して、もう気持ちよくね、爽やかに請求していきたいなってところがありますので、ちょっとご理解くださいませ。で、給付対象者を見てみましょうか。中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主、その他各種法人等で、今回のね、感染症の影響により売り上げが前年比同月で 50% 以上減少している人ですね。まあですんで、例えばね、ネットワークビジネスをやってる人がいて、去年は順調だった。今年はネットワークビジネスうまくいかなかった。でもその原因が今回の感染症にあるというふうに、分かればね、もちろんそれは支給の対象になると思います。で、給付額っていうのは、去年の売り上げから今年の 50% 以上ダウンした売り上げを引いてですね。で、単月でそれを12ヶ月で掛け算して、今だから4月ですから、5月以降の売り上げも想定するわけなんですよね。で、そうすると、この去年の売り上げ引く今年の見通し売上の差額が最大限で法人なら200万、個人事業主なら100万で、支給されるということになります。で、詳細な条件や申請方法などは、これだからまだ公表されてないんですね。決定次第、速やかに公表するということでございます。担当は中小企業庁。で、多分ね、この補正予算案は4月中に国会提出して、今月内の成立なんで、5月になるまず、5月を迎える前には、100万、200万っていうのは請求できるようになると思います。ただもうちょっと急いでほしいですよね。まあ一生懸命、この制度を作ってくれるために頑張ってくださってると思うんですけども、そうなると、実際に100万、200万を審査を経ていただけるのは、5月の半ばとか5月の末になるんじゃないですかね。もちろんこれ、殺到すると思いますんでね。で、4月
8日の追記なんですけども、経産省は4月8日、持続化給付金など給付金関係の相談受付に関するリリースを公表、ですね。今回の記事ですね。令和2年度補正予算の成立を前提とするため、制度の具体的な内容や条件については現在検討中なんですよ。4月9日の朝5時55分の段階ではまず検討中です。ですね、まだですね。で、対応はこちらの方でしてますんで、皆さんね、メモしておいて、いつでも問い合わせができるようにしておきましょうということでございます。それではね、個人事業主フリーランスの方で100万円欲しいなって方、法人の経営者で200万円欲しいなって方、今回のこの持続化給付金申し込んでみる価値あると思いますので、今のうちに帳簿をですね整理しておいて書類の作成にかかっていっていただきたいと思います。どんな申し込み方法だろうと、基本的な書類とかね、事業の概要っていうのはこれはね同じですから、でそういうものは普段からまとめておいて、会社の履歴書ってものをね、それから自分のフリーランスとしての事業書ってのを、まあ毎月とは言いませんけども、年に1回その履歴書を書くようなね、そんな気持ちで4月になったら書いてみるっていうのはいかがかなと思います。それではですね、以上になります。皆さんね、給付金受けれるといいですね。やっぱ100万200万では足りないんですけども、それでも一月二月はこれでしのげるようになると思うんですよ。まあもちろん事業規模にもよりますけどもね、少なくとも100万とか200万もらってこれで合流するってことにはならないと思いますからね。まあ合流する場所もないですしね。じゃあ皆さんご利用ください。また追加で放送します。